NG ワードこちらです。一番最初に喋ったことってない？まあ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 自分が言ってしまった数かける何かを1個食うという。食べ物はですね、今回各自投票制とします。おおギリギリとか、自分で1個決めます。それぞれがでくじ引き引いて取ったやつが自分のお題になります。だから自分が書いたやつが自分のにもなるかもしれないし、相手に行くかもわかんないし。なるほど。そう、どうせ俺以外が食うからラーメン、いやダメです、自分がラーメン食う可能性もありますみたいなことなんで、今日やらせていただく最強すぎるゲーム、エギーパーティー、お待ちしております。おお待ちしております。いい順位取ったらそれだけガチャが引けます。ガチャの内容によっては食べ物の個数を減らせるという救済策ありますので。なるほど。いい順位は取ってください。さあ行くぞ。ちょうど始まったな、これ。あ、ここが開いたら、あーすげー、おもろい、すごい。いや俺こういう系のゲームめっちゃ好き。 GO！ 普通に面白そう。 BOOM！ いいね、いいですよ。いや俺こういうゲーム好きって、これスマホでできるのすごい。いやすごいね、ガチで。めっちゃすごい、普通に。あ、フックロープだ、ここだな、多分フック。はい、ビュー、すげー。はい、ビュー、すげー。今3人でまだナイス、シュワー、フックマスター、フックマスターです。レッツダンシング、最終ステージダンス、やばい、こいつならいける。あ、で、ボンゴ多分、あ、このアイテムを取ってそれを相手にぶつけたり、いくれー、ナイス、当たってる。飛び込んで、相手の中、これ取るといいのかな。スプリングボード、あ、それはね、ちょんって飛べる。なるほど、相手を飛ばすこともできるけど、自分のためにやばいよ。あー、キルされた。さあ、行くぞ。よし、最初、再活プレイするんで、2人で集計してもらいます。で、NG ワードは今、2人に決めてもらってます。 NG ワード、こちらです。しまうのか。これちゃんと質問とか答えてください。あ、もちろんです。こう、もう質問なんかバカ答える。嬉しいな、それ。バカだったらやばい、やばいだったらやばいかも。これ3、え、怖すぎる。さあ、行くぞ。少し出遅れてしまったんですが、ここから巻き返せるのがこうゲームのいいところで、一回ここでローリングをしっかり使っておきます。素晴らしい。で、これローリングを使うことで前に出ることができて、前に出たということはここは一旦焦らない。これで飯食ってる人、そうそうです、これの解説で、うん、これで飯食っていきたいと思います。おお、いい、入る、一気にいって、これ急に落ちるんだ。落ちたの、落ちたらやばい。風船は、風船、風船は取れないね。はい、さあ行くぞ。もう早速残り駅がなんと3人です。俺の華麗なるプレイをお見せしよう。やばい、プレイを見せられてしまう。あ、今うまいね、荒い星の塔が、スキルをしっかり使って、荒星、はい、荒星、お、荒星、クキスイ、おい、されちゃった、ビュー、荒星、クキスイ、おい、されちゃった、ビュー、負けた、負けたいか。何してる、何してる。いや、1位いけたでしょ、今。はい、ということで、じゃあ僕の NG ワードと回数発表お願いします。 NG ワードはやばいです。うわ、終わったかも、マジで。これはやばいです、かなり。12回です。うわー、やばいんじゃない、それマジで。これ俺のやつ12個来たら多分やばいです、マジで。俺のもやばいわ。さあ、行くぞ。やばい、原豊か VS 俺。これデュオモードのエースさん言ってください。この相方がいて、あの2人でしっかりとゴールしないと順位残れない。任せてください、エースさん。はい、行くぞ。はい、なんすか、はい、ちょ
S さんの子供最近なんていうの動くようになりました。いや動きますよ。もう最近はもうここまで寝返り打ちますから。うつ伏せになって動いたりしないんですか。うつ伏せはもうこちらでさせて。ああ、そしたら鍛えてます。早くハイハイしろって言って。やってくれたりはしないんですか実際それを。もうで、なかなか自分ではまだそのまだ早いんで、あ、足をちょっと押したりしてちょっと早く。でもなかなか決勝ですね、Sさん。はい、ローリングスノーボール。やばい、俺何を言わされようとしてんだ。全くわかりません。これ頑張ってくださいね、Sさん。はい、もちろん。もうなんかこのさ、この手、これがいいよね、こいつ。可愛い、めちゃめちゃ。可愛い。テンポよく敵を倒していった方がいいんじゃない。ザエスさん、はい、このステージでのローリングアタック。作戦は何で、何になりますかね。このスプリングボードをまずマナーで設置してウィン。ナイス。ウィン設置しようとしたところでウィン。カモン。なんだ俺、何を言わされてたんだ。ソルシャインタビューです。はい、何ですか。これ S さん NG ワード発表いたします。はい、 S さんの NG ワードは、あ、今1個追加されました。え、 S さんの NG ワードは、はいです。これやばい。はいはやばくないか。え、やばい、しがさか S さんって言ってたの。これ全部はいって言ってるかも。 S さん、はい、行くぞ。はい、はい、何すか。はい、あとあの話あったじゃないですか、はい、公園の公園の鳩？鳩。はい。お前早く用件言えよ。そう、一回場を開けないようにはいは言う。一番おもろかったのが、シがハイハイを言わせて、赤ちゃんのハイハイを言わせて、これ俺につけさせていただいてます。え、ハイハイ言った？言ったっす。ふざけんな。あの、おかしかったでしょ。動かない。まあまだ先っすよね、だいぶ。そうだよね、早く喋ってほしいもんです。確かに。あ、それまでは動かないのか、しばらくは。動かないって言うとあれですけど、動きますよ。動かねえのか、まあ、位置は変わらない。まあ、S さんはデュオとか、他にもね、4人チームでやったりするのあるんで、オンライン上で会った仲間たちと共に協力したりするのもめっちゃ楽しいです。うん、楽しいな。なるほど。さあ、行くぞ。NG ワード、こちらです。ガーデンで思う存分近づける植物に気をつけろ。違うさ、生まれてからさ、一番最初に喋ったことって何。あ、ママ、ママ、あ、やっぱそうなんだ。ママなあなあ、そうなんだ。実際お母さんはなんて呼んだの。俺のこと。いや、お母さんのことをなんて呼んだ。ママでしょ。あ、ずっと。あ、でもなんかその友達に、なんだママって言ったの、言った時から言ったみたいな。妹はなんて呼んでんの。俺のこと。妹はお母さんもなんて。ママ。あ、一緒なんだ、それは。うん、な、分かった、もしかして俺。いや、どういうこと。うん、いや、なんでもないですけど、でもここまでやられたら嫌でも分かりますよね。避けていいですか、そのワード、さすがに。いやいやいや、戻したー。ナイス。一番いい戦いなんで、普通に優勝して。普通に優勝するわ。お、ボーリングで決勝して。え、1位いける。1位3年ぐらい魚までぶん投げた。素晴らしい。ゆかさん、一応おめでとうございます。おめでとうございます。優勝インタビュー。はい、今の気持ち誰に伝えたいですか。お父さんです。まあ、いいのか分かりません。まあ、多分僕もまあそう思います。いいのか分かんないと思います、それは。まあママは、ごめんなさい、ママは2回で勝ったって思ってます。ごめんなさい。一旦最終結果ということで、はい、やばい12、ハイが15、ハイ15、マア13。ちゃんとルールに従ってんのやばいだけだな。さあ、行くぞ。自分のあれと欲しくないです。15個も組んだぞ、俺は。これで、せーの、うわ、
うわ、自分のだ。自分のだ。自分のです。やばい。自分のだ、やった。じゃあ、まあ、俺は軽めな気がする、君らのリアクション的に。まあ、じゃあ発表します。焼き鳥一本。あ、それ軽いな。うわ、軽いな。あ、でも12本だったらまあまあきついけどね、焼き鳥でも。じゃあ、SC。私、15個。パンです。サイズにもよるけど。まあ、いろんなパンがあるんで、まあ。私、はい、13個。パンです。え？軽いじゃん、お前ら。俺はパン20個。これ、まあ、俺が書いたパンだったから、俺は自分のって言った。俺のパンは縦、君のパンは横。名曲それ。縦のパンはあなたの。名曲ではない。ただガチャ救済2人多め引けるんだよ。なるほど。1位だからね。うん、てかまあまず被りません、大体こういうの。やばいやばいねこれ。こういうのが被らないよ。なんかいろんな種類食えるからいいかなと思って多くてもこれにしましたんですけど。さあ行くぞ。順位が1位1位2位だったので少し差をつけまして、僕が10回ガチャ1回しか引けません。2人は10回ガチャを3回ずつ引くこと。はいはい。めちゃめちゃレアそうなこのキラキラのやつが出た、はいはいはい、時だけ5個マイナスです。いやー、お願いします。タケノコの小銭入れ。癖はあるな。うわー、俺出ず。ラストワンフィンガーにかける。これも演出だったかと思ったんですけど。ありません。いきます。はい。心身が心身引いた。心身は違います。あー、普通に心身はおめでとう。ありがとうございます。はいはいはい。ということで大学生いきます。一回来い。あっ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 焼き鳥7本。腹減っちゃうで。腹減りがきだ。え、一個これ？これしかない。てかそのもうあれか、二人でちっちゃいのも買いあってこの量になって。まあでもこれもあります。ああ、いいっすいいっすこういうの。久しくこういうパン飯みたいなしてないからめっちゃ久しぶりマジで。焼き鳥1本でパン1個をいい値で2人とも押し付けていいですか。マジ？これはもう言葉の分で。スイカパンって何？スイカパンじゃん。どまあでも俺もいい値なんでもう食うしかないんで、はい、ちょっと引かれたんですよね俺。で、どういう感じ？まあメロンパンです。生カステラなんて気になってたりします？ないです。新しくない？これカステラが挟んであるパン、カサルトクリーム。気になんないです。ジジイなんでごめんなさい。生カステラ？ん？カステラ？あ、生カステラ。気になんない。これ一般的には気になんない。パンだけに。パンだけ。一般的には。プレゼン次第では普通にもらい、普通もらいあるんで、ちょっとお願いします。で、その間焼き鳥食っときます。ちなみに今パンうますぎて、俺普通にアンストッパブルです。パンうまいっすね、普通に。進化さんは序盤はいつもアンストッパブルなんで。めっちゃうまいです、これ。いや俺はアンストッパンだ、普通に。アンストッパンだ、普通に。へぇとか言って、行くなよ、スパンに。もう一旦あれよ、俺。クリームパン、このクリームパン、これ。まあ、甘すぎないという意味だな、これ。んマジ？進化さんで味保証されたんで。いいじゃん。好き食いしいの。ただでもらっていいの？もちろんです。でも俺ただ、うん、甘すぎます。いや、マジで。お前ちょっと早いってそれネタバレすんの。結構甘いですこれ。甘すぎなクリームパンは無理です。これぶっちゃけ全然苦かった。ビターな感じだったチョコ。チョコは苦手なんですよ普通。よし。ここからはお二人のパンを美味しくいただくことだけにさせていただきます。すいませんが、いやごめんなさい、マジで無理。一番嫌いまである。ごめんなさい。あの、ちょっと勝手に置かないでね。
一声ないのはもうやばい。一応あったじゃないですか。バターとシュガーありますよ。いや、もう、フレンチみたいなもんだって。まあ、いいか、買ってて。ちょ、Sさん、これ。パン急にギブ来ないですか？手伝いますよ。いや、まずご自身を手伝っていただいて。面白いこと言うな。面白いこと言うな。何の手伝いだって。一番、俺より夢になったいつの間にか、S。手伝うって。手伝いますって違った。意地張らないでも、二人で達成に向かっていこう。包丁捨て絶対しないんですけど、まあ、一応言いますと、はい、クロワッサン2個とこれがまず無理です。じゃあどういうレートで交換希望すか？ないですよね、俺も S さんに。だから共感です、今の話は。トレード希望じゃなくて。これとこれ1個でも無理なの？それいけますよ。え、だからその自分なりの適正レート教えてよ。これ全部とこの中で、これ全部とこれです。2個難しい。難しい。話すべきじゃないんですよ。やっぱ話すべきじゃないんですよ。おかしいもん。エサも残りクソ甘いのを使わなきゃいけない。大ボスを。あんまり稼いで。あれあ、そうね。レンタル攻撃をしたい。自分たち買うとき思ったでしょ。誰が食うねんって。俺、この2つだってペロするから。はるか上にいます今瞬間。食えなかったら一緒なんで食えてないって。ああ、食えない人のセリフだね、それ完全に。いや瞬間に申し訳ないんで、俺チョコパン半分いきます。いや一旦大丈夫です。これはもうカレーパンで終了の合図です。いや一旦大丈夫です。じゃあもう俺のこの申し出が今大丈夫ってことは見てないそうです、その3つは。やめ見てたら嬉しい。見てたら飛びつかず。見てたら飛びつかず。見たらいいよ、なんで別に食うよ。でも S さん次第なんで。S さん次第。今後の展開については。というか、これはもう、シンガさんがカレーパン以降はもうないとおっしゃってますんで。例えば。僕はもうフィニッシュかなっていう。じゃあそれ S 負けだよ。そうなんです。残り2個でね。君は残り何個？ 4 個です、今。残り4でフィニッシュかな、シンガは。OK?どっちも負けなんで、どっちも。もちろんですよ、もちろん。残ってない人が勝ち。それ以外は負け。残り2で負け。残り4で負け。オッケー。同率負けだな、これ。同率負け。でも、2と4。とっても面白かった、エギーパーティー。気になった方は、概要欄からチェックしてダウンロードよろしくお願いします。みんなもやってみてね。Oh.